な、いるかな。オラ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 オジマネ。わだれふれ。来たぞー。いやー、来ちゃったよー。やっぱねー、こういうのにはやっぱ長けてる、長けてるかなと思いまして。どうですか。めっちゃ可愛いよ。可愛い。おじさん出ちゃうね。おじさん出ちゃうよ。またおじー。いいのか。おじさん同盟にまたおじー。好きにしないやん、猫のこと。いつも好きにしてるし。え、じゃあとりあえず一旦座ってもらっていい？椅子に、ベッドに、そのベッドにちょっと座ってもらっていい？分かった。片足をちょっと上げてもらいたいよね。片足を上げる？あ、分かる。いやもう足、もう太ももちょっと、太もも落として、太もも落として。え、上げる？片足上げる？太もも上げて、上げて。こういうこと？カメラももうちょっとしたらいいじゃん。大丈夫、うん、際どいとこ狙っこ。あ、じゃあ際どいとこ。まあ際どくてもまあ大丈夫ですね。なんかある？寝っ転がってもらう。これはね、きーちゃん、そんなのダメだ。パこ、ね、ダメなの、ね、寝っ転がりはダメだ。エッチな感じになっちゃうから。まあ、床とかならいいけど。あ、床にじゃん。床でもいいの？ベッドがあるのに床でいいの？本当にいいの？横に出ますけど。床ならね、まだね。床ならいいんだな。うん、ちょっとやっぱ押し倒ししたいよな。え？いつものやつってことは？そう、いつもの。ちょっとこれなんか部屋で死んだ人みたいなら。大丈夫？ベッドあるのに床に寝てる。恥じらってもろて。いや、恥じらう？恥じらってもろて。恥じらってもろて。いや。いいねー。もっと、ま、カメラさん、もっと上から。もっと上から。ちょっとそれ何を狙ってるの。エッチだよ。そのままちょっと、あ、いいね。あ、それかわいい、それかわいい。手をちょっと頭の上の方に置いてもらって。いいね。いや、ここ。もうちょっと顔に寄ってもらってもいいかもしれない。なんか、やらしいですよ、それは。かわいいね。かわいいね。あ、これがセクハラをされる時の気持ちなのか。後ろ向いて、なんかちょっと軽くかがんで、まるでチラッとこっち向いて。え、めっちゃかわいい。かわいい。めっちゃかわいい。まあね、ミコはかわいいからね。かわいい。で、個人的にさ、キャインだよ、キャイン。キャイン。おお。せめてダッチューのであってほしかった。袖のさ、隙間がすごい気になるんだよね。 あ、これね、ちょっと脇見えるんだよ、ほら。あ、脇あったや。そうだよ。あ、いい、わかったっすね。ちょっとだけだけどね。いいですね。これさ、これるんや。そう、ちょっと船とかにさ、まとめにも似てるでしょ。かわいいね、最高。いや、かわいい。やだ、隙間がたまらんのよな、その。え、ちょっともう一個いい？あのさ、メガネかけてもらってさ、ちょっと優等生っぽいとこみたい。うん、あ、そういうと思いました。じゃあメガネつけてくるね。ね、普段だと絶対見れないからね、今のうちに見とこ。つけ言われてんねん。でじゃーん。え、ちょっと普段見れないってどこだ。勉強できるもんね、こうやって見ると ね。ね、エニートに見える。黙ってるとね、やっぱね、可愛いんでね。え、黙ってるとって何？喋っても可愛いな。可愛いね。いい、すごい。あ、これはいいよ。めっちゃいいよ、それ。ふむふむ。私の場は10。あ、言わん方がいいね。言わん方がいい。すいません。